公平元年、とある村に都から黄金族討伐軍が派遣された。その村では巨体で怪力だが土を愛する優しい男キョチョが黄金族残党の襲撃から田畑を守っていた。村人たちが胸をなで下ろしたのもつかの間、キョチョの留守に農作物を軍によって徴収されてしまう。踏み荒らされた田畑を見て温和なキョチョも黙ってはいられなかった。武器を手に討伐軍へと殴り込んだキョチョ、その前に要望怪異な武将が立ちふさがった。彼こそは曹操の親衛隊長を務める天衛。力と力の壮絶な戦いが今始まる。後で倍にして返すかよ。Yeah!
なんて殺生なことをなさるんじゃ。つれえ仕事だね。戦の方が気が楽だぜ。よっよっ。初めてだよ。なあ、おめえわしらと来ねえか。みんなが笑ってられて、そんで毎飯食べれる世の中にするなら一緒に行くぞ。
よっしゃ決まりだな。